らバンダイさんの東京スカイツリープラモデルのブースにやってまいりました。こちらもういよいよ発売しておりますよね。はい、はい、でこちらの方も秋発売ということで、はい、今回日本おもちゃ大賞優秀賞、はい、すごいですね。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、よかったですね。結構今回のおもちゃ賞でいろんなところでスカイツリーを見てるんですけども、はい、違いというか、うちはもう本当にやっぱり、もともとガンダムのプラモデルやってるうちなんで、はい、まあ、リアルがやっぱり売りだということで、多分一番リアルにできてるのがうちのプラモデルじゃないかと思います。ナンバーワンですね。はい、ありがとうございます。でもあの静岡のコピーショーの時にも見させていただいたんですけども、はい、だいぶ進化してますね。だいぶ進化してますね。あのアンテナもほぼ最終に近い形になってるし、まあ、クレーンもあの時はついてなかったんで、今回ついてますんで、はい、あとあのライトがこの光っている、はい、すごいですね。そうですね、うちもこだわって、まあ、ガチャさんがやらないような航空障害灯とかもつけてますんで、かなりリアルな感じで、お部屋に飾ったらすごい迫力なんだろうな。そうですね、これ、ぜひ買ってもらった人がやってほしいな。下から覗いてみるとですね、すごいこう本物そっくり見えますの で、 でいいですね。ぜひ下からこう見上げて覗いてみてほしいなと思います。はい、作るのはどうでしょう。作るのですね、意外と簡単になってます。あのメカのですね、このライト部分はもうすでに組み立て済みのユニットになってまして、あの外側のこう鉄骨の部分を作っていく感じなんですけど、そこもなるべく作りやすくなってますので、まあどなたでも簡単にっていうわけじゃないですけど、作り応えもあって楽しく組み立てられるようになってます。はい、みんなでスカイツリー建設 で、はい、ですね、で、はい、でこちらの方も公共発売中ということで、ね、はい、発売中です。こちらは、はい、はい、失礼いたしました。このライトっていうのはもう絶対つく感じですか。そうですね、はい、別になんですけど電池3本、単4なんですけど、それ3本入れていただければ、はい、もうこのユニット自体がもう組み立て済みになってますので、もう上を作るだけですぐこうやって飾れるようになってます。はい、まずこちらでチャレンジして、その後こっちにっていう流れがきっといいですね。はい、